はい、こんにちは、トムです。今回はリムルを使ってイグノで遊んでみようかなと思います。で、コピーはあのメモリーで遊びます、メモリーはしっかりと重力バリアとコピーとキラー持ってるんで、まあ、相性はいいかなと思いますね。しかもスピードアップもあるしね、いや、これ結構強いなと思ったかな。これもしも絶級トーナメントで出たら、自分今後この編成でやろうかなと思ってますね。で、こうかな。はい。これ全部溶けちゃってるんだよな、友情コンボで。まあ一応ネオでもこんなことできるんですけども、まあネオはまあ一応重力バリア持っていないので、まあまあ6ターンに1回動けるとはいえ、それだったらリブの方が強いなと思いましたね。やばくね、これめちゃくちゃ強ない。メモリーとリムルのコンビ結構面白いなと思いましたね。これでいくかな。はい、削れすぎなんだよ。防御ダウンなしでこれだかんね。普通にやばないこれで。とりあえず別に考えなくていいか。やばいな。シンプルになんかエリア内じゃなくてもこんなに削れるって、普通に感覚麻痺ってるよな。感覚麻痺ってるというか、おかしいよな。で、とりあえずコピーの爆発受けて、ここでいっか。これで良さそう。お、削れ削れる。普通に強いんだよなこれ。これでいいかな。いや、これ強いなマジで。チェイススピアってやっぱり、壊れてるね、この友情コンボ自体で。これすげえなと思ったのが、とりあえずまあザコ倒すんですけども、はい、フォンフォン使います。とここでいっか。しっかりとねエリア使って OK でね。これねマジすごいこと起きると思うよ。とりあえず配置的に多分いい位置だと思うんですよ。エリア内にいると思うから。これをこうしてあげて、はい、5億2000万友情だけで。で、多分これさ、もういっちゃってるんじゃないですか。はい、飛んでるね。いや、これはねちょっと絶級トーナメントでイグノ来たら、今後この編成で毎回やるわ。これはねさすがに強すぎる。いや、これ強いわマジで。これもう縦感で終わるんじゃないかな。はい、OK。 はい、ということで、まあ、イグノーで、まあ、リムルとメモリーを一緒に使って遊んでみました。まあ、イグノーが完全に崩壊されてますね。フォンフォンかプリシーバーないと、ゲージは飛ばせないんで、もしもね、ゲージ飛ばす場合は、フォンフォンかね、プリシーバーを採用してあげてください。ということで、動画を終わりたいと思います。バイバイ。